港池ちょっとあの港さっき行ってしまってさ、あのちょっとまあ通行証渡してしまう。ちょっとあの技の回数なんぼしたら何を覚えるっていうのをちょっとやってさ。まあちょっとイトライフ先生の生放送ちょっと見たかったんで断念しようかな思ったけど、ここで通行者さっき渡してなんだよが叶ったんだ。せいぜい楽しくやってんだろよ。メルディ、許してあげて。キールにもやりたいことがあるんだから。メルディは許してる。でもメルディはセレスティア。だからキールが敵となっちゃうか。そんなことないよ。そうか、ないか。キールはたくさんのことを知りたいだけなんだよ。敵になんかならない。信じてあげて。信じるか。なに
してるの？考えてんだよ。何考えた？別に。東兄さん。そうつく。アイスニードルでいいかな。やった
広っ。やったクリスのボールみたいなのが、さっさとそこをどいてくれ。いいえ、どけないわね。いい大人が子供をいじめるなんて情けないと思わないの？何言ってんだい。いいか、そいつはこの界隈じゃ有名な。おじちゃんが僕をいじめるんだ。僕をぶつんだよ。このガキャ、ほざきやがって。しまったじゃねえか。あいつはな、泥棒の常習犯なんだよ。だってまだ子供。子供だって悪いやつは悪いんだ。ずっと網を張って今日やっと捕まえられたのに。あらら、そうなんだ。知らないで済むか。そうだそうだ、弁償しろい。そうだな。ほんとすいません、俺たち。そんなの理由になんねえよ。確かに。お、インフェリア商法第87条、雇用の権限は両者の意思に基づいてのみこれを行使されねばならない。つまり嫌がる彼女をあなたの一存で無理に働かせることはできないのだ。イチャモンつける気か。王の定めた法律だ。お、キールがおらん間中に商品箱が行動に 1.5 ランゲはみ出している。これで禁錮3年もしくは罰金1000ガルドだな。
まけに価格の二重表記。これは弁護の余地がない。子供の罪を問う前に、まず大人が法を遵守し、手本となるべきではないのか。わかった、わかったよ。頼むから見逃してくれ。事情も知らずに首を突っ込むなっての。こんな話あったっけ。全然覚えてねえわ。私の名はレイス。久しぶりに楽しいバカ騒ぎだったよ。礼を言いたいのは私の方だ。レイス、ジョニーだ。クッキーがめっちゃ面白い。
おぉ、うまいな。いやー、シルフ手に入れたら回復魔法打てるかな。ファイナルファンタジーでこんな、ファイナルファンタジー2でこんな洞窟あったよね。No!
んやねん、宿屋とかと思ったんでしょ。みんな、敵を引く。俺は判断、俺は判断。よし、これでこいつはいらんようになったから、ちょっと待ってください。小弟さんがとりあえずコイルはレンガ弾にしようか。レンガ弾にして、レンガ弾が150、非遠連脚も150、そうなんとか、そうなんとか焦点を、ワニ爪、高爪衝撃、これ30回でいいな。30回、これが160回。雷神剣、あともう一発かな。あともう5発かな。雷神剣が、
対人権70回どういうこと？どういうこと？
あ、分かった。ここでペッて丸押したらいけるっていうパターンだと思う。わかるか。リッド、君の剣術は大したものだな。剣の構えが独特だが、どこの流派なんだい？自己流。俺、漁師なんだ。ナナ、レースくっついてるの何か？綺麗だよ。ああ、これはコンパスキーの一種さ。火強すぎやろ。そう、コンパスキーは人の進むべき道を指し示す不思議な力を持った鍵だ。聞いたことある。ある。へえ、これがそうなんだ。レイス、あんたの進むべき道ってのはどこなんだ？無論金儲けだよ、商人だからね。それより、君たちこそなぜ大将令に会いたいのだ？変かな、大将令に会いたがるのって。単なる興味本位には見えないね。君たちからは何か使命感のようなものを感じる。ディアエディウス、ディアガディ、レイスがよくわかる。メルディたちが大将令。ちょっと待て、メルディ。いいじゃない、事情を聞いてもらおうよ。レースならきっと力になってくれるね。グランドフォールから世界を救うために大将令と契約したいか。いや、おい、ちょっと待って、メルティ、お前火移るぞ。信じてほしいな。すごく罰当たりな話ではあるんだけど。なんだか嬉しそうだな。私ね、こういう日が来るのをずっと待ってたのかもしれない。世界の人たちの役に立てるかもしれないってことがとっても嬉しいの。それになんだか安心できるんだ。私が頑張ることで誰かが幸せになってくれたらホッとする。昔からそうなんだ。なるほど。重症なんですか。君をそこまで思い詰めさせているものは何だ？何から逃げてる？逃げてる？私が？失礼だな。私は怖いものなんてないよ。本当かい？カラビタスラックの死体は
ちょっといただけないけどさ。わかったよ、そういうことにしておこう。本当なんだってば。いや悪かった、いろいろ話してくれてありがとう。なんで HP だけやねんかよ、 TP 回復させとってくれよ。あれ雷神剣って、雷神剣60発だったっけ。雷神剣、あ、50…70 でもういいな、これ消して、秋定めが130と母さん、あと8か。魔神ソーガ、魔神ソーガも50回やね。られるか。
落ちそうやな。こっちから行った方がよ、絶対いいよな。絶対そこ落ちるよな。魔人戦鉄は新戦列派は発生しないからいらないわ。
げえ買ったのにな。あれはわからんわ。いるよ。よ。Ha!
あ、ヒールもらえないかな、そろそろ。優しい。そうだね。優しいな。え、この装填なんとかは何発だったっけ。これも160回か。真剣総画家50回回復魔法もらえないですかね。
お、使えるようになった。おー、ヒール。しかもまたヒールもすごい消費するな。やれるか。あ、それ氷ごと使えない。
ゃねえって。あ、ホコリボトル使い早かったのに。みんな、行くよ。パンレンジャーパン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 ライトニーパンパンライトニーパンパンパンライトニーパン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 。よい、無駄め。の、クイッキーが。お、来た。クイッキーン。
るよ。